みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。ドラム奏法で楽しむ I want you back! ということで、3本目のこの動画では、ドラムソロとかベースソロとか、なんかそういったところがなんかこうあるんですけど、なんかそのパートの解説をしてみたく思います。僕もこの曲を演奏するときは、その毎回毎回ここのパートってアドリブっぽいことをしたりとかして、全然フレーズが違ったりとかするんですけれども、この動画では僕が以前アップロードしたあの演奏の通りにコピーをしてみようかなと思います。ぜひ参考にしてみてくださいませ。ただし、すごく難しいので、そこだけは気をつけてくださいませ。すごく難しいです。ではでは、ちょっとやってみましょうか。確かあの演奏動画の中ではこんな感じのフレーズをやっておりました。ちょっとその一連の流れをやってみます。で、ベースソロっぽいことが始まる。ギターっぽいパートが入ります。で、歌が始まると。なんかそんな感じの流れです。ではでは、まずドラムパートからいってみましょうか。ドラムソロパート。4小節あるんですが、とりあえず1小節ずつブレイクダウン、細かく。解説をしていこうかなと思います。1小節目、こんなん。最初に A コードが入るので、A を弾いて、こんな手順です。もっとよくやってみます。こうなんです。で、2小節目は、最初に2拍目かな ?1 拍目の後ろかな、まあ、なんか32ボンプとか入れたりとかするんですけども、こんな感じでやってました。多分こんな感じです。ちょっと自分でその演奏動画を見返して、ちょっとコピーをしてみたんですけども、多分これです。ドッといったら、この人差し指でこの辺をこう軽く叩いて、この左手のゴーストノートとうまく絡めて、32ボンプで、ドッツクタッ、ドッツクタッというフレーズを弾きます。で、これ以降は一緒です。こんな感じです。で、その後に、右手をこの辺にこう持ってきて、あ、左手をこの辺に持ってきて、親指でこの弦を目を通して、人差し指と中指で、なんかこう、ギターを叩いていきます。右手は、これだけなんですよ。で、この合間に、その左手のこのゴーストノートが入ることによって、音がいっぱい鳴ってるぜ、ワオっていう雰囲気を演出しております。ちょっと左手抜きにして右手変えてみましょうか。右手だけでやってみるとすると、ドッツパッツ、ドッツパッツ、これです。で、その後に、ドッツパッツ、ドッツパッド、ドッ、この辺を適当に2回叩いております。ドッツパッツ、ドッツパッド、ドッ、ドッ、ドッ。で、最後にこのボディのサイドを叩いて、このちょっと甲高い音を出しているような感じでしょうか。ドッツッタッツッドッツッタッドドッドッドッカッって感じです。で、カッといったら、ドッドッドッ、なんかこのブラッシングに入るんですけども、カッドッドッドッタッドッツッタッドッツッタッド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 ッカッド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 ッ、こんな感じです。
わかりますでしょうか。ドッツッドッツ。こんな手順です。で、合間合間にその左手のゴーストノートを入れて、なんかいろんな音を出していくわけです。ゆっくりやってみます。間違えた。こんな感じです。ちょっと4小節、ゆっくりやってみます。こんな感じです。ちょっとこのまたビデオを巻き戻して、この手順とかいろいろ確認して、コピーをしてみてくださいませ。で、ベースパートに入ると、またこの動きが登場という感じですね。普通に。単音をカッティングで弾いているだけです。5弦の6フレット、ラの音から、ラーラー、ミファ。ラミファレドドドレドシミミミミレララミファ、まあ、こんな感じで弾いております。で、途中でそのなんかこういうプリングを入れたりとか、っていう感じでやってます。で、またララミファレドドといったら。3連符で。こんなことをやってました。弾く、プリング、アップ。弾く、プリング、アップ。まあ、この手順ですね。弾く、プリング、アップ。弾く、プリング、アップ。弾く、プリング、アップ。これちょっと素早くやって、わあ、音がいっぱい鳴ってるぜ、ほいっていう、なんかそういうのを演出しているわけでございます。中指で僕は運指してます。で、この人差し指と親指で、この、ね、他の弦をちゃんとこうミュートしながら、全部の弦を弾いても音が出ないように気を使っている感じでしょうか。ゆっくりやってみますと。まあ、こんな感じになるわけです。今ちょっとストローク違いましたけども。こうなんです。で、また。で、これでベースソロが終了という感じですかね。ちょっとベースの部分をゆっくりやってみます。で、この後に、このラとミの和音を入れたいので、ちょっと指を変えていきます。指を変えていく？フレーズを加えていきます。こんな感じです。なんて説明すればいいんだろう。最初はこの A コードからスタートするじゃないですか。で、このまたベースがミーファーっていくときに、ここですね。2弦の10フレットと3弦の9フレットで、このラとミを出しておきます。で、その次、ベースがドに行くときに、またこのラとミをここで1弦と2弦で押さえていると。で、このときは Bm7th にします。Bm7th と。5弦から2、4、2、3、5というポジションですね。で、最後は5弦から4じゃない、嘘。
76755っていうフレーズで弾いております。こんな感じです。4回繰り返すという感じでしょうか。ちょっと叩きながらゆっくりやってみます。やってみましょうか。こんな感じにするとまたわかりやすいかな。こんな感じ。そのドラムソロの頭のところに行ってみます。基本的にメコピって感じになってしまいますけれども、頑張ってその辺は習得をしてみてくださいませ。で、これが終わったらまた。のコードを一周して、また。という感じで、サビがもう一回繰り出します。みたいな感じで終わっているんですが、普通にこの3本目の動画がなんかね、すげえ難易度高いじゃねえかみたいな感じに感じたかと思います。まあ、一番最初にも言ったとおり、そのね、普通にむずい、むずいです。で、まあ、次の4本目の動画で、なんかこうね、すべてのこのまとめというか、なんかその話をしようかなと思ったんですけれども、まあ、特にまとめることがないので、なんかここで、今回の一連の動画を終わりにしようかなと思います。1本目の動画と2本目の動画で、イントロとか歌メロのところとか、サビとか、まあ、そういったものがカバーできるはずなので、そこを頑張って、まず収録をしてみてくださいませ。で、そこでさらに余裕が出てくれば、今回の3本目の動画であったそのドラムのソロだったりとか、ベースのソロだったりとかを習得していただけると良いかなと思います。で、このパート、3本目の動画のこのパートに関してはね、本当にもうすごい自由に弾いていただいても良いのかななんて感じでしょうか。僕は動画の中で、みたいな感じでやってますけれども、なんかもっとリズム変えて、みたいな感じでいろいろこう、ね、手順を変えてもいいですし、まあ、その辺はお好きにアレンジをしてみて、楽しんでくださいませということです。はい、では、この動画を終わりにしましょう。すげえ難しいですけれども、頑張って習得をして、I want you back 楽しんでみてください。それではまた違う動画で。お会いいたしましょう。さようなら。